のをなんか感じた時に、あ、そういうことですね。あ、はい。あ、今お話ししても大丈夫です。ね、ちょっと来るよ。僕は渋谷区民なんです、僕は教わったところ。渋谷区の、選挙って、投票率とかご存知だったりします？毎回かなり近くなるんですけど、はい、例えば、いつのどの選挙とか。例えば、直近で言うと、令和3年の10月の、比例選挙とか。あ、なるほどですね。ここまたホームページ等で公開しているんで、一応、55% って知ってるんですよ。あ、はい、で、その人数って多いですか、ね、少ないですかね。全国と比べてるんですか。いえ、純粋に 55% って言ってる。僕個人の話的には少ないと思いますけど。ですよね、はい、僕も少ないと思うんですよ、はい、で、今の惨状を見ても、お昼だからっていうのもあると思うんですけど、ちょっと少ないなと思って、できれば人が入るなんか努力をしてほしいなっていうのは、正直税金を払ってる僕らの感想なんですね、はい、例えば申請のものっていうのはあると思うんですけど、音楽をかけたりとか、呼び込みしたりとか、なんか競技メール喫茶とかでも人数つながって呼び込みよくするじゃないですか。そういうことをしないと若者ってなかなかついてこないんじゃないかな。そういうのをなんか選挙管理委員会のところで考えてほしいなっていうのは思うんですけれども、 PR をしてる、多少の PR で。そうですね、例えばそちらの方でも今選挙やってますっていうふうに立っていただくだけでも、いろいろ見届け人がいらっしゃるっていうのは徐々に承知してるんですけれども、そういうふうな努力をなんかしてほしいなっていうのがお願いかなと思います。わかりました、ありがとう。上の方に気を伝えます。よろしくお願いします。普段はちょっと電話でやらせてもらってるんですけども、今回ちょっといい機会なので現場でお伝えしてもらっていいですか。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。聞いていただいてありがとうございます。すいません、ちゃんと上の方へ。すみません、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。